あいつらの目を逃れてどんどん人間どもの生体エネルギーを吸収し、どんどんパワーを上げていく。そしてパワーが17号たちを超えたら力ずくで合体してやる。次の獲物はニッキータウンか。なあ、一番の気がかりは17号たちを停止させるコントローラーの存在だ。おら、ボサッと立ってないでさっさとどけ。動けなくなってはさすがの17号たちといえども、あいつらが破壊するのは簡単だからな。だが幸いそのコントローラーももはや存在しない。何だよ、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 何だてめえは。おかしなぬいぐるみなんぞ来やがって。ま、俺たちに任せてくれ。ちょうど軽く運動したくなってたところなんだよ。おい、そこのイカレ野郎、怪我しないうちにさっさとどきな。期待はできないが、こいつらでも少しは生体エネルギーの足しになるな。もしピッコロたちが気づけば、また場所を移動するだけのこと。ベジータか。あいつも17号たちに殺されていなかったのか。しかもあいつまで予想を大きく上回るパワー。こいつは急がねばならんかもな。